1923年9月1日、関東大震災による大火災で形成された火災雲。イエローストーン国立公園における山火事より形成された火災雲。火災石雲、または火災雲とは火災や火山活動に伴って生ずる濃密な石雲である。火災石雲は力学的に火災センプルとある側面で類似しており、 これら二つの現象は同時に発生することもあり得るが、いずれか一方のみ発生する場合もある。火災赤雲あるいは、火災赤乱雲の名称は、文部省、学術用語集気象学編には収録されていない。気象科学辞典では、火災雲と紹介されている。世界気象機関の国際雲図帳では、2-6.4で、クラウズフロムファイヤーズとして紹介されているのみで、 特別な用語は与えられていない。英語圏ではパイラクミューラスと呼ばれることもある。これはラテン語のキューミューラスにギリシャ語のパイロマイナスを付加した造語である。アメリカ気象学会の気象学用語集にはパイラクミューラスの項目がある。2009年8月のカリフォルニア山火事における火災石雲。火災石雲は地面から空気が強く熱せられることにより形成される。 例えば、火山の噴火、山火事、そして稀に、工業活動により、火災石運が形成されうる。これらを熱源とした強い加熱により、大気の対流が起こり、それにより、空気界は、通常水蒸気の存在する条件のもとで、浮力のなくなる高度まで上昇し、石運ができる。また同じ仕組みで、大気中で、核兵器が爆発した場合も、 キノコ雲の形の火災石雲が形成される。なお、火葬ジェットの存在は火災石雲の形成を促進しうる。周囲の水蒸気に加えて燃えた植物から蒸発して生じた水蒸気は速やかに灰の粉塵に凝結して雲になりうる。イエローストーン国立公園における山火事より形成された火災雲。火災石雲の中には 激しい乱気流が存在し、それによって地表面でも強い突風が吹き、それがさらに火災を助長し拡大させうる。大きな火災石雲、特に火山噴火に伴うものは、雷電も伴う場合がある。火山がみなりの過程は、まだ完全には解明されていないが、強い乱気流と、もしかすると雲の中の灰の粒子の性質によって、生じた電化の分離に伴うものと考えられている。 大きな火災石雲となると、その上部は氷点下となる場合があり、すると発生する氷の静電特性も火山雷の発生に寄与し得る。実際に雷電を発生させる火災石雲は積乱雲の一種であり、それは火災石乱雲と呼ばれることもある。世界気象機関は火災石雲あるいは火災石乱雲を独立した雲の種類としては認めておらず、 それらをそれぞれ石雲及び石乱雲の中に分類している。上空から見た火災石雲。火災石雲は火災に伴う灰や煙の影響で灰色か茶色に見える場合が多い。灰によって凝結核の量が増えるため火災石雲は発達する傾向がある。これが別の問題を引き起こす。すなわち火災石雲が雷電を発生させうるほどに発達すれば その落雷がまた別の火災を発生させるからである。火災積雲は火災を助長する側面もあるし、妨害する側面もある。時には大気中の水蒸気が雲の中で凝結して雨として降り、それが消火する役割を果たすことも多い。大きな火災旋風が起こり、それがそこから発生した火災積雲によって消火され、しかしながら火災が十分に大規模なものとなると、 雲は成長し続けることができ、積乱雲となる。火災積乱雲は雷電を発生させ、それが別の火災を発生させることもある。ありがとうございます。